こんにちは、宣伝部長の小市です。今日は第2の立花隆お説教ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、広島県の秋高田市長である石丸慎二さんですね。石丸慎二市長がですね、まあ結構今動画でかなりバズってまして、私としては結構ね、当選した時から結構注目してみてるんですけど、もう結構最初の方はね、 ああのまあ、地元のエリートですあとでご紹介しますけどす,すごい経歴でそれで市長として就任してそっからまあ議会がで例えばね居眠りしてるかって注意したらそれをごまかしたりとかなんとかって <laughs> ものすごくレベルの低い戦いに巻き込まれてってるわけなんですけどまあそれについてですね逐一お説教してたっていうのがまあ以前からありましてで この実態をですね、マスコミがこうちゃんと伝えてればいいんですけど、これも含めてなんか市長にも問題あるんじゃなかろうかみたいなのを含めてですね、まあそういったバトルがガチャガチャずーっとあってですね、で、ようやくつい最近ですね、かなりバズってきましたと、<laughs> っていうのがありまして、おお、これはと思って、それで、あのー、なんですかね、こう政治ネタっていうのは基本的には、まあ,あ、なかなか再生されないっていうのが、まあ一般的な なんですよ当たり前っつうかね。あ立花隆さん周りを見てるとそう思わないかもわかりませんがまず最初に政治絡みの件で YouTube でものすごく再生を取ったのが立花隆さんですと。でまあ、その期間が長く続きでまあ おそらくですけどそれを真似,す真似っていうのから、まあ、参考にする形で神、まあ、谷総平さんとかいろいろやり始めて賛成とブームっていうのが来て、まあ、そこも再生数バンと取りますとでそうなるとどうなるかっていうと今やまとめ動画の人とかあるいはユーチューバーさんとかいろんな人が集まってきてですね解説したり、まあ、切り取ったり、まあ、切り取りが一番 まあ、まあ、再生としてはいくのかな。まあ、本人が喋ってるやつなんでね。まあ、そういうのを本人がいろいろ喋ってることをわかりやすくまとめて伝えるということで、まあ、こういう現象になってくるとですね、一気にブームになるっていうのを、今まで散々見てきたんで、はい、はい、ついに来ました、ついに来ました <laughs>、ついに来ました、石丸ブーム来ますよっていうことでもう来てるのかもしれないんですけど、で、これね、多分きっかけとなった動画がありまして、はい、これね、赤。 ああ秋高田市の YouTube チャンネルなんですよ。で通常はまあ各ね市町村のミニって。 もららったら分かると思うんですけど再生がねね桁とか、ね、もう誰も見てないぞこれみたいなの山のようにあるんですよ。で情報公開しましたとかですねおいおいおいみたいなあの <laughs> 誰も見てないのに情報公開もクソもあるかみたいなまあレベル感だったりあるいはなんかちょっとこれお金入れちゃったのかなみたいなどっかのねなんかあのー、広告代理店のお金突っ込んで頑張って作ってタレント入れてみたんだけどまあそれでも頑張って数千再生とでも入れた金額はっとでかいんだろうなみたいなまあ基本的にはうまくいってない。 ものだらけけなわけですよねだから再生も回らず当然こんな記者会見なんてあの再生数なんて通常全く回りませんじゃあこのチャンネルこれただの記者会見ですよ記者会見がですねえっ、ー、とこれ再生数ちょっと下の方に行きましょうえっ、ー、とあーこれ出たかな出たかな出ましたね出ましたねえっ、ー、と再生数えっ、ー、と100万超え<笑><笑>ありえない数字を叩き出してますというところで えーっとですね、これ、広島県の秋田方チャンネルで、ね、す,すごいですよ。<laughs> っていうところですよ。で、これ、なんでこんなに見られてるかって話なんですけど、まあ、下に貼っとくんでよくあの見ていただいたらありがたいんですけど、まあ、要するに揉めてるからですよ。だから、立花さんの件も誰かと誰かが揉めてるから、みんなも見てるみたいなのと一緒で、めっちゃ揉めてます。で、えー、っと、それは、あの、この記者会見の場なんでね、記者さんが集まってきますと。 で、えっと、この場においてですね市長さんがですね中国新聞についてクレームをつけ始めますとでこれねえっとですね中国新聞の恵比寿記者って人がいて前からねその私このこれのもっと前の記者会館から結構割と見てるんですけどわけ分からん質問するわけですよであのよく我慢してんなと思いましたけど、まあ、まあまあでも地元のでかい新聞紙の記者がもう本当にねなんか 議会に明らかに問題があるにもかかわらず、市長に問題があるかのようにどんどん誘導していくんですよね。で、だからそれに対して市長としてはいろいろ反論っていうのかな、まあど。どういう認識なんですかとか、これとこれあなたも盾してますよっていうのをどんどん突っ込んでいくわけなんですけど、それは以前からね。で、だけど、まあまあ、いろいろガチャ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 言って、まあ、逃げていくっていうんですかね。まあ、私からするとちょっと素行の悪い記者っていうのかな。 まあなんか昔ね、あの橋本徹さんがなんかどっかの新聞と揉めてガチャガチャありましたけど、まあそ,、まあ、それよりももっとなんかこ劣化っていうのかな、ちゃんとやれよみたいなレベル感で、申し訳ないけどね、まあその,あの記者さんには申し訳ないけど、まあっていうななんていいううなんこれ今のマスコミの問題は全部抽出してるような感じになってて、で私はその記者だけが問題だと思ってたんですよ。そののななんていうならまあどこのにもねやっぱり 偏ってしまう人はいるし新聞社に偏ってる人多いからまあまあそれも含めてまあ報道の自由ですからね自由にやったらいいと思うんですけど何て言うんだろうなそのでその人だけが突っ走ってんだと思ったんですよ思想的に突っ走ってるっていうよりは市長を否定したくてたまらないみたいな感じで突っ走ってるような感じででそれってちょっとさすがによろしくなくねみたいな感じでずっと見てたんですよね。で そしたら、この記者会見は、上司出てくるんですよ、上司。<laughs> あの、中国新聞、エビス記者の上司。あ、もうこれね、ぜひ見てください。めちゃくちゃ面白い。これ前編ですけどね。まあ、後編の方が面白いかもわかりませんけど、なんだろ、う、こんなに面白い記者会見はないみたいな <laughs> 感じで。まあ、基本的には、あれですよ、市長がもう本当に賢い人なので、全部論破ですよ。<laughs> で <laughs> まあ現場の記者がねやらかす部分はねまあそ現場やそれいろんな人からまあしょうがないけど上司が来て上司のやらかしはもっとひどいみたいなのをここでずっと展開していくんですよ。 で最初はその恵比寿記者に喋らさないで、まあ俺が喋るみたいなね、恵比寿には喋らせませんみたいな感じで、どんどんやらかしていって、で、もう最終的に、もう黙ってられませんみたいな感じでエビス、恵比寿記者が出てきてですね、反論するんですけど、もうあなたは何だかなのっていうやり取りがあります。はいえー、ということで、えー、第二の立花隆現象と呼ばせていただいてますけど、あのちなみに市長は、まあめちゃくちゃまともですね。 であの、正論を突き通すと周りが崩れる、うん、典型的な例みたいなところがありまして、で、これがバズったからだと思うんですけど、それ以外に、なんかねえかな、みたいな、まあ。このね、まとめ動画が結構出て、バズったみたいな気がするんですけど、で、で、えー、とこのあとにもう、議会の方のね、やり取りも、もう、もともとひどいわけですよ。で、それが切り取りされて、分かりやすく、あの、出てきて、もう、それもバズり始めて、 ああもうこれは行くなっていうことになりましたと。でやっぱねこうやって面白くならないと人は見ないのでで見たことによって現実を知るわけです。こんなひどいのかということで我々がボーっとしてる間に議会とかに全てをお任せしてる間にむちゃくちゃやられてるというところがありましてあの、まあ、今回ねその件についてやっていきたい <laughs> というふうに思うんですけど、あの、いくつかね、動画貼っとくんで、よかったら見てください。はい。えっ、ー、とね、えっ、ー、と、こちらは日本地図なんですが、秋田、高田市ですね、広島県にあるっていうところでですね、まあ、人口2万人ぐらいの都市、えー、町らしいんですけど、まあ、ざーっと近づいていくと、この辺ですね。まあ、あ広島市がまあこの辺にあるんで、まあ、割とちょっと離れてるかな、みたいなところですかね。はい。 っていうところで、まあ、明らかにこう、まあ、山間部にか囲まれた、まあ、一地域ということで、日本にはまあこういった町がたくさんあるので、まあ、すごくね、参考になる事例だと思いますと。で、えっ、ー、と、こちらは秋田高市のウキペディアですね。はい。で、えっ、ー、と、いろいろあるんですが、ちょっと細かいのは、よかったらご自身で見ていただいて、まあ、面積としては結構でかいんですけど、まあ、山間部なんでね。それで、えっ、ー、と、総人口が、まあ、2万5000人ぐらいですと。 で、まあ、この辺のね、こんくらいのね、あのボリュームゾーンっていうんですからね、2位から5ぐらい、万ぐらいのところで、似たような感じになってるとことは、日本に多分、山のようにあると。で、なんかね、やっぱり10万超え出してとかってなってくると、まあ、いわゆる本当に、まあまあ、それなりのねと、都市構造を成していくかなっていうのが私の印象なんですけど、まあ、まああいずれにしてもですね、まあ、このくらいのレベル感の、まあ、大きさの町であると。 でこの石丸慎二さんっていうのがえー、っとですね経歴ですね経歴がすごいですあまあ秋田高田市で育ってで兄弟経済兄弟のまあ経済学部卒業ということでねまたまあ地,味地元からするとまあ出世かしらみたいな感じですよねで東京三菱に就職してでこれですね2014年分析予測の専門家の初代 ししててニューヨーヨク駐在として不と不この辺がね、まあ、要するに統計の専門家みたいな人なんですけど <laughs> で議会のやり取りの中で、まあ、とある女性議員の方がねその市長の統計のね、まあ、アンケートの取り方でいろいろイチャモンつけてるんですけどそこが専門家になんかこれはおかしいと思うみたいなのをやってて <laughs> それに対して授業されるっていう、まあ、こ,れもこのまとめ動画もバズってましたけどまあなんか本に 本当に日本の能力の、まあまあまあ、無駄遣いって言ったらもしかし民主主義って手間がかかるとはいえですねまあさすがにですねこんな経歴のいい方がですね市長に来ていただいてであんなレベルの低い質問する人たちにた対して時間使ってる場合ですかと日本はやべんだぞっていうふうに思うわけですけどまあただこの現実を見ていただいてこれは多分日本各国で行われてますとでああ各地でねでまあこの市,市長は まともな方なんで、まあ、そういったバトルになってるわけですけどそうじゃない場合は多分その、まあ、地元の権力争いみたいなことですよね。市とかの、まあ、予算の中で仕事がある,あるじゃないですか。でそういうのをまあ分配するみたいな形の代理人みたいな形で来てる人も多いわけですよね。まあ、そうすると、まあ、主流派が、まあ、ある程度、まあの人から、まああのまあ、市長なり。 まあそういういの出してってっでそことまあなーなーでやるからまあそこの知る派じゃない人がちょっとまあまともな質問する程度の話であまあまあちゃんちゃんで進んでいくんでだけどまあここの市がねそういう構造になってるかどうかわかりませんけどまあとにかく市長が気に食わないということで <laughs> いろんな一応もつけていくんだけどまあ全部授業されて終了とそして議長もそっから出てきてるからまあどうなんだろうなちょっとね議長 疑似、うん、がねどうかなっていうのもいくつか散見されましたけどまあちょっとね学級崩壊といっても,もう学級崩壊よりひどいと思う正直ね、うん、と思いました。あのっていうのが、まあ、い,くいくつも。 出てるんでね。まあ、これからどん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 バズっていくと思うんで、はい、こ今後ねめちゃくちゃ注目されてでここをか参考にあうちもうちもうちもってなってて、まあ、変わるきっかけの一つになるんじゃないかなと思うんでね押さえとこの結構重要だと思いますけどね、はい、で多分ですけど先ほどの動画に、まあの前に、まあ、大きな騒動が一つありましてそれは無印良品問題というのがありましてで あのまあ都市部にはね無印良品っていうのは山のようにあると思うんですけど、まあ、人口が少ないところに対しては当然そういったところ出さないですよね。でだけど無印良品って結構いろんな取り組みしていてですねなんかこうえっと田舎の方にはいえっと無印良品はですねまあ、えっとこういった移動販売とかねこういうまあ、無地の車を使ってってまあね 持ってって、まあ、田舎の方まで行って販売するとか、そのことを通じて、まあ、世の中の暮らしっていうんですかね。まあ、暮らし全般売ってるじゃないですか。そういうコンセプトのもと、いろいろやってて、まあ、なんか前ね、特集見た時ね、本当にね、なんか無印良品でて、ね、ああいうコンセプトでやってるから、まあ、集まってくる人も、な、なんて言うんだろうな。う本当にいい人みたいな <laughs> 人が来て、ここでふわっと、なんかいろんなものを展開したりとしていてですね。なんか素晴らしい取り組みをすごいされてるなっていうのは、まあ、以前から思っていて、で、まあ、その取り組みの一環。 だと思うんですけどまあ秋高田方市の道の駅にまあ無印良品のお店を展開しましょうというのがあったらしくてでまあ、これをちょっとそのイベントみたいなやつですかねまあそういうのをいくつかも展開する中で道の駅の中にそのまあ,あ秋高田方市のね道の駅の中にまあそういったえー、っとですね無印良品のお店を作りましょうっていうのがあったらしいんですよ。で <laughs> でそれをまあ決めるにあたってまあ、市長の選権決議っていうんですかね、えー、で通そうとしたんですその予算をねそしたら議会の方からストップがかかってまあ、反対されてそれが止まっちゃったということでその無印良品が道の駅に出してくれるっていうめちゃくちゃ素晴らしい何て言うんだろうこうあの提案っていうんですかねあのが <laughs> <laughs> 議会の反対で市長気に入らないっていう理由だけでと私にか思えないんですけどまあそれでまあ 反対されましたとでまあ多分ですけどね市長がまだ何か新しいことをやろうとしてるといやなんか気に食わねえなみたいな <laughs> あいつに手柄を立てさせるの反対みたいな感じに私には見えましたいやほんとすごくてまあ、以前もなんか副えっ、ー、と副副市長か副市長っていうのを募集してであの全国からまあじゃあどうですかって集めて募集したんですよでえっ、ー、とそしてめちゃくちゃ優秀な人が集まってきてその中の人に 決まろうとしたんですけどその予算っていうかそれも否決されちゃっていやすごいなとなんかはっきり言ってこんな田舎って言ったら申し訳ないけどにまず石丸さんっていうこういうねあのだってここに来なかったら普通にもっと稼げる人でしょがわざわざ来てくれてでも地元のためでしょどうかって考えたんであるいは場合によってはもうちょっと大きいしてね日本のためって思ってるかもしれないですけどが来てでそしてさらに優秀な人までくっつなんかこう連れてくるってなったのに。 なんかあ,あいつあいつを排除しろみたいなところですごいですよね、まあ、よく見る田舎の村八部といいますかなんかそう見てるようなことやっていてでも本人たち議,議会の人たちは「いやいやんかこっちは悪くないもんね」みたいな感じのことをずっとやってて。で,で そこに対してやっぱりそういう変革の動きが来た時にメディアとしてあこういうのは期待は変わるよねみたいな空気感を醸成するって重要だと思いますよねだしまあ石丸さんがおかしなこと言ってたらそれいいんだけどだけどなんか石丸さんの方が悪いみたいな <laughs> 批判をして独裁みたいな空気感で報じたりとかするわけですよ、まあ、そのことによってですね市民にある程度伝あまり伝わらずみたいなところがあったんですけどまあ 長くやる間のうちに色々伝わってきてまあまあえー、っとですねちょっとずつ変わってるっていうのが今ですかね。まあいずれにしてもですね、まあ、その延長線上でまあその無印良品からまあ私が知らないだけで他にもいくつかいいことをやろうとしたけど否決されたっていうのがまあいくつかあるんじゃないかっていうところですかね。はい。っていうことが起きてます<笑><笑>っていう感じでこれは本当に。 あの石丸市長が優秀だから出てきてるだけでもう何て言うんだろうなもうそのま,まず議員のレベルが低すぎる話があったりそれからマスコミのレベルが低すぎるそして何よりそういったのをよ 許容してている我々っていうんですかね市民の意識の低さもあるっていうところで本当はこういう議会の仕組みとかどういうことをやらなきゃいけないとか含めてまあねちゃんと教えなきゃいけないような気がするっていうかね本当にこの国はその仕組みの話議会,議会とか政治とか仕組みの話であるとかお金の仕組みの話とか、まあ、わざとバーマルを育てようとしてるのかと思うぐらい教えないですよね。 本当にわざと外してるのかっていうぐらい <laughs> そうでそうすると自らの民意で世の中を変えられるなんてことについて思わない羊を育てるについてはね素晴らしいなと思うわけですけどまあそこについて全含めてですけど石丸市長がものすごくこう教育していっておられるような感じですかねはいでえっ、ー、と はい、で、えっ、ー、とね、これ、石丸慎二さんの市長のね、追、え、悼、ー、ですけれども、まあ、これ、古典のとこ貼ってあるんで、まあよかったら、これ短いんで、そんな長くないんで、よかったら、ね、これ見ていただくといいと思うんですけど、ご自身としてはこれが、えー、真の初心ですということで、おおむねなんか2つで、まあ、やっぱり若い人っていうんですかね、我々世代立ち上がりましょうと、今、41歳ですよね。はい、だから多分、政治家になろうとした時は30代っていうところで、 まあでも最近のほんとそういう方増えてるような気がしますけどね。はいという形で変えていきましょうっていうことでまあ、素晴らしいですよね。でえー、っと まあ、各地元がおかしなことになってますよっていうことですね。で、そして、ここで起きてるっていうことは、ここの地域だけじゃなくて、日本全体の問題だから、まあ、北方市を中心にと言いますか、そこから日本を変えま、変えていきましょうみたいなね。まあ、そういうことを言われていて、まあ、まさにね、ここで言われてることが、これから一気にバズっていくっていう、まあ、そういう流れですね、明らかにね。はい。で、えっ、ー、と、それ以外にも、えーですね、あ、これじゃないな、これか。えっ、ー、と、あ、こうですね。 えっ、ー、と定例会見のまとめ動画を盛り上がってるっていうところで、えー、といつも再生数が多いのはこの山根議員だそうで先ほど私がお話ししたなんか統計のやり取りのやつですかねこれ, <laughs> これめちゃくちゃ面白かったですけどねはいというやり取りガチかみたいなね本当にだから何て言うんだろうな税金の無駄遣いですよね本当に本当に思ったで ただまだ日本って救われてるのは、一応なんかほら、えっと、なんていうんだ、役人の皆さんはそれなりにまともだったり真面目だったりするんで、だけど、まあ、この間に挟まれてなんかやるのかとかね、まあ、めんどくさいですけどね、でもわかんないけど、今度その役、その役人の中にも、その利権構造の中に組み込まれてる人もいるから、まあ、でもやっぱり一回掃除せなあかんっていうかね、変えなきゃいけないのは、もその通りでしょうね。で、そして、あとこっちですね。 えとこの数日フォロワー数が急増しているのを不思議に思ってましたって言ってるんですけど、ここで、えー、とあるまとめ動画を紹介してるんですけど、ここでね、6日で230万って書いてあるんですけど、その後、伸びに伸びてまして、はい、えっ、ー、と、こちらですね。はい、<laughs> あの <laughs>、ちょっと失礼 <laughs>。ごめんなさい、えっ、ー、と、これ、再生数がひどすぎ、ひどいっていうか、すごすぎて、えっ、ー、と、この再生数がですね、えー、えー、なんて、見てください、なんと530 <laughs>。 534万です万きたーみたいな感じですごいですね、もうこれ決まりですね、はい、というところでもう本当に大丈夫ですかね、中国新聞、これ、<laughs> <あの笑>だってこれ出てきてるの上司ですからね、一記者じゃないですかね、一記者が失礼なことやってたらね、さすがにほら、時々朝日新聞のひどい記者とかいるじゃないですか、ああやって集体を晒すことはあるとですね、やっぱり責任者が出てきてですね、まあ、本当ひどい、この日、や これを、あこれ一番上に貼っとこうかな。下に貼っとくんで、よかったら見てくださいって感じですね。はい。まあ、そんな,なわけでですね、まあ、こうやって、やっぱり面白くならないと下は見ないっていうね、立花高志現象ですよね。まあ、こういうのがやっぱり一地方でも起きてきて、まあ、これはうちもうちもうちもみたいな形でどんどん変わっていく流れがね、まあ、本当にできつつあるかなっていうことで、まあ、当然、市長には頑張っていただきたいですし、まあ、そして、まあね、何より、 そのどんなに優秀な人がポンと来たとしても、まあ、市長はねやっぱりかなり権限持ってるんで、まあ、場合によってはポンと通ることがあるわけですよ。それでもやっぱり議員がねの方々が駄目だとどうにもならないし予算でね否決されちゃうとちょっとまあかなり抵抗されちゃうしまあそれから。 何よりそういった方々を選んでる我々ですよね。の意識が高まらないと、まあいつも通りあの人でいいやとか、お世話になってるからとか、まあ便宜図ってくれたからとか、まあそんなことでやってると本当に滅ぶぞと、子供はいなくなり、頑張ってる自治体が頑張ってるわけだから、そこ全部キューって取られて終わりですよ。まあっていうところなんでね、はい。まあ まあいずれにしてもですねいろんな意味で注目めちゃくちゃ注目されてるんですよもともとがね今ものすごいバズってますけどその前からにもかかわらずあのような集大というかを議員とかしたりとかあるいはメディアですよねがやっていくっていうのは、まあ、まあ全員が全員じゃないとは思いますけどまああまりにもひどくてただやっぱりこれってまあなんていうのだ、一地方って問題だ,だけじゃなくて国政でもこのレベルのことが起きてるよねっていうのはあるので。 やっぱりね、本当に意識を高めていかないと、この国本当になくなるよっていうのお話であったと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。